はい、おはようございます。おはようございます。今日はグラウンド濡れてますけどね、外で走れる天候で、うん、2人で練習するということで、今日は何のメニューでしょうか？204本。はい、で少し寒いんで怪我に気をつけて頑張ってください。僕はサポートに回ります。はい、ちょっと火出てきた。上げて下ろさないな。そうやった。すぐできる。優秀なキッズだね。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。普段ね、僕らがやってる200のメニューを今日、キラリちゃんと一緒にやってもらったんですけど、さすがでしたね。いや、本当に。だから、これ2回ぐらいやったことあるんですけど、私はいつも岩崎さんと、そう、やってて、岩崎さんタイムに女子が合わせてやるみたいな感じだったから、まあ、女子的にはちょっと早いテンポ走みたいな、そう、感じでやってて、で、なんか、まあ、女子はね、ゆっくり走るのってあんまりやらへんし、自分的にもそうどうせやるのはちょっと早めのテンポでやりたかったんですよってやってたんですけど、うんうん、キラリちゃんと今日やってもう岩崎さんと走ってるみたいな感じでしたあ、だからもうぴったりタイム。そうだね、いつかはやっぱそうちょっとこういうの苦手なのもあるし、やっぱ4本目とか最後あのどうしても2秒ぐらい 2,3 秒落ちちゃうけどぴったりだった。素晴らしかったです。本当にあれで本当はいけるようになりたいです。はい、はい、私はいや、なんかやっぱせっかくユティックに入ったから、やっぱり同じぐらいで走る選手とか、やっぱり先輩方とこうやって練習ができるっていうことが自分にとって今回は、まあ目にはもちろんきつかったんですけど、すごく楽しんでできたので良かったなと思います。やっぱり楽しい中に自分 の、 そのやっぱり目的としている動きができたら、やっぱり試合にもつながりやすいし、自信もつきやすいと思うので、まあ嫌だなと思うメニューもこうやって楽しい雰囲気とか、まあ一緒に高め合いながらとかやれたら、まあ、すごくいいのかなって思ったので、またきついメニューこそ一緒にやれたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ僕ともね、いつか3人でね、やったらね、もうちょいね、なんか、うん、また違う感じで、うん、俺がちょうどいいぐらいかな。まあ岩崎さんの練習パズルになってなってるな、多分なぜひその時は6本、うん、6本で1か4本、ごめんなさい6本いけるような、俺はいけそうやとは思う。俺ギリ、俺はいけない。だから6本目まさかのキラリちゃん先行パターンや、多分セリー負けるみたいなある。全然ある、全然ある。全員タイプが違うから、うん、なんかいいかなって、うん、なんか思いました、ね、同じ種目ですけどタイプ別でいろいろあるんで、真似して走ったりリズムを逆にもらって走ったりとか、うん、なんかお互いのね自分にないところ見てなんか刺激し合えたらね楽しいなと思います。はい、まあ、はい、キラリちゃんほどは楽しくなかったね、チコは。まあね、俺ら側はきついわ。いや、私もきつかったですよ。でもなんか、そのやっぱ一人でこの間303本行ったので、まあそれはきついな。やっぱその時の孤独感とはやっぱ全然違う。一応話しながら、うん、頑張ろうみたいなね。そうだね、アップとかね、一緒にしてな。ラストですよとか言って、まあまあまあ、言われたし、ジョグ行きましょうよとか。断ってたけど。行かない。はい、そうです。ありがとうございました、はい、今日は、はい、では最後までご視聴ありがとうございました。またね。またね。